皆さん、こんにちは。サングループの藤本です。今日はですね、弁理士法人藤本パートナーズの石井弁理士の方に、不正競争防止法等の改正情報についてお伝えしてもらいたいと思います。じゃあ、石井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。藤本パートナーズ石井です。よろしくお願いします。先般ですね、6月になるんですけども、不正競争防止法等の改正が公布されました。皆さんすでにご存知かと思うんですけども、内容を抜粋して、一部抜粋してお話しさせていただければと思います。まず改正の概要なんですけれども、こちらの方にですね、まあこちらは特許庁のサイトの方にもアップされているんですけども、ちょっとたくさん書かれているんですけども、今日はこれをすべてご説明するのではなくて、まあこの緑で囲っている衣装の新規性喪失例外に関連する改正内容と、この赤枠に囲っております不況法の改正、メタバース関連になるんですけども、そちらについてご説明させていただければと思いますので、よろしくお願いします。で、まず、衣装法の改正についてなんですけれども、まあ、先ほど少しお話ししましたように、新規性の喪失の例外の規定の方が大幅に緩和されることになりました。こちらに、まあ、書いているように、創作者の方が、出願前に公開した場合の、複数回公開した場合に、まあ、これまではすごい手間がかかっていたんですけれども、そこのあたりを緩和するという内容になっています。で、ただこちらはですね、衣装のみの改正になっておりますので、特許に関しては、特許法は改正されず、特許に関してはこれまで通りの手続きになりますので、そのあたりはご注意いただければと思います。で、内容についてなんですけれども、改正内容はこちらの赤字に書いてある内容になりまして、まあ、2以上の行為があった場合には、その行為のうち再選の日に行われたものについて証明すればよいというような内容で改正されています。で、どういうことかと言いますと、これまでですね、まあ、現行法の内容では、まず公開衣装がありますと。それに対して何度も公開をしていった場合に、まあ、最終的に出願を、手続きを特許庁に対して行った場合なんですけども、その公開行為すべてについて証明しないといけないというような運用になっていました。ですので、たまにですね、その証明漏れっていうものがあった場合に、こちらを特許庁の審査官の方が見つけると、これは証明してないですよねっていうことで、この出願衣装が登録を受けられないということで、とても手続きが大変になっていました。まあ、私も、まあ、皆さんもご経験あるかと思うんですけれども、まあ、知らない間にたくさん公開されていて、まあ、知財の方が把握できていない内容のことを、まあ、営業さんとかが公開したものを、まあ、特許庁の人がそれを見つけて、で、それをこう、まあ、見つけましたよじゃないですけど、こういうのありますよねっていうことで拒絶を受けて、登録を受けられないというようなことが結構ありまして、で、そういうような状況だったので、もう出願するのをやめようかなっていうふうに、諦めている、断念されているっていう方もおられましたので、そこがですね、今度改正されまして、随分緩和されます。で、先ほど申し上げたように、まあ、原則として、まあ、再選の日、公開した最初の日の公開行為を証明すれば OK っていうふうになりましたので、まあ、公開衣装を最初に公開した日のものを証明すると。で、その後、この緑の分は、何度も公開したとしても、これらについては基本的に証明なしで、そのまま出願しても登録されるということが、いうふうに改正されましたので、まあ、ただしここ同じものが公開されてればいいんですけども、ちょっと違うものみたいなものが公開されている場合には、そのちょっと違うものについては改めて、最初の日の公開行為については、証明を受けないといけないというところは注意が必要にはなるんですけども、まあ、従来よりは随分と、楽になるかと思います。で、ただまあ少し、これまでと同じような注意点があるんですけれども、
ご自身がですね、出願人の方がこう公開している分にはいいんですけど、途中でこう、どなたか他人の方がですね、似たようなものを公開されてしまうと、まあ、それが隠蔽になり得ますので、まあ、公開した後、出願までの間が長ければ長いほど、その誰かの公開証っていうのが出てくる可能性もありますので、そのあたりはちょっと注意して、まあ、早めに出願するっていうことは必要かなっていうふうに思います。で、この改正なんですけども、先日交付されまして、施行がまあ、おそらく、少し先だと、いうことで、施行日は2023年になってますけど、24年の4月になりますので、4月以降の施行になりますので、まあ、それま、例えば、すでにもう公開行為がたくさんあるという方であったりとか、ただ、再選の行為が2023年であれば、来年の4月までは1年間猶予がありますので、まあ、法改正後に出願するっていうことでもありかなっていうふうに思います。なので、法改正後に出願するっていうことを検討されてもいいかなっていうふうに思います。で、次に、布教法の方の改正なんですけれども、今回ですね、デジタル空間における模倣行為を防止するというように、改正がなされました。で、改正内容としましては、まあ、こちらになるんですけれども、まあ、赤字で書いたその電気通信回線を通じて提供する行為っていうものが含まれるようになったんですけども、こちらの従来からあるこの商品っていう定義について、まあ、その商品に無体物も含めようっていうことふうな内容で改正がなされました。で、これによって、そのデジタル空間における、まあ、メタバースなんかの中での模倣行為っていうものが防止できるんじゃないかっていうふうに考えられています。で、どういうことかと言いますと、まあ、これは経産省のホームページの内容なんですけども、デジタルのものとリアルのものが、まあ、これは服になるんですけども、同じような服を、先行した方が、まあ、例えばリアルの服を作ったと。で、その方とは関係ない方がデジタルの中で同じような服を、全く真似したようなものをデジタルの中で、まあ、販売とかしたような場合に、まあ、これまではそういうものはリアルのものでなければ、布教法の形態模倣では抑えられなかったんですけども、まあ、リアルのものとデジタルのものを、どちらも、携帯模倣ということで、そういう携帯模倣は、取り締まるという形に改正がなされました。はい。私の方からは以上になります。はい。石井弁理士、ありがとうございました。石井弁理士の方はですね、現在、日本弁理士会の衣装委員会の委員長もされておりますので、概要欄の方にも石井弁理士の連絡先載せておきますので、もし衣装関係等、ご質問ありましたら、ぜひ、連絡いただければと思います。今後の配信予定ですけど、こちらにあるようにまたいろいろ配信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは皆さん、時代をビジネスに活かして、頑張っていきましょう。ありがとうございました。